アシュカン収容所の囚人たち。最前列中央は、ヘルマン・ゲーリング元帥第32中央欧州捕虜。収容所は、第二次世界大戦時に連合国が設置した捕虜収容所である。アシュカンのコードネームでも呼ばれた。ルクセンブルク大公国、モンドル・フレバンにあったパレスホテル内に設置されており、ニュルンベルク裁判まで、ヘルマン・ゲーリングやカール・デーニッツをはじめとする。 ナチスドイツの交換らが収容されていた。1945年5月から8月まで運営されていた。また、イギリスはフランクフルトアムマインのクランスベルク城内に交換収容所としてキャンプダストビンを設置していた。ダストビンの収容者にはアルベルト・シュペアやベルナー・フォン・ブラウンなど技術者が多かった。戦前のパレスホテルアシュカン収容所は連合国軍。 司令部の命令により設置された。バートン・アンドラス・ベイ陸軍大佐が所長を務め、職員としては、ベイ陸軍第391校舎法大隊、所属将兵のほか、捕虜となっていた、ドイツ人のうち連合国側情報機関によって、選ばれた42名の特技者が配属されていた。パレスホテルは4階建ての高級ホテルで、1945年初頭から、 アメリカ軍が接収し、臨時兵舎として利用していた。収容所への回収にあたり、高圧電流を流した15フィート高の融資、鉄線策、機関銃及びクリークライトを備える監視塔などが周囲に設置された。警備体制は非常に厳重で、憲兵隊員でさえ中に入ることは難しかった。憲兵らの間では、皮肉交じりに神によって署名され、 誰かが署名の審議を確認した、通行証が必要だという冗談が語られていた。高級ホテル内に設置されてはいたものの、その環境は厳格で、収容者らのベッドやテーブルはすべて陸軍式の安価なものに置き換えられていた。1945年8月10日、収容者らは裁判出廷のためニュルンベルクへ送られ、その後間もなくして、アシュカン収容所は解体された。 パレスホテルはその後も営業を続けていたが、1988年に解体された。アシュカン収容所の収容者はいずれもドイツ国政府及び国家社会主義ドイツ労働者等の要人であり、ほとんどはニュルンベルク裁判の被告となった。ありがとうございます。